企業城下町、企業城下町、企業城下町、カンパニータウンともとは、特定の一社の企業の事業所や工場及び、関連会社の工場や下請け後会社などが一、自治体における産業の大部分を占め、その企業によって住民が主たる、労働機会を与えられることで、その企業の清水が、都市の清水に直結するような都市を指すことは、一般的な俗語と思われがちだが、 経済学や地理学でも一般に用いられる学術的な専門用語でもある。企業城下町とは企業の形成した城下町、すなわち独特の階層化を生んだ都市形態を城下町の階級、組織になづらいた語である。実質的に全ての店舗や住宅がメインの雇用種である一つの会社が所有している場所。会社の町はしばしば店舗、境会。 学校、市場、レクリエーション施設などの一連のアメニティで形成されている。通常は、モデルビレッジ、エミュレートされるべき理想の意味での、モデルよりも規模は大きい。日本では、高度経済成長期には、鉄鋼、造船、科学など、重化学工業の発展は著しくなった。しかしながら、過密化した都市部ではすでに敷地の確保が困難であり、加えて、 地下の高騰、または、郊外問題の顕在化による、様々な規制などによって、新たな工場立地が困難となっていた。一方、地方が莫大な固定資産税確保を睨んで、企業、工場の誘致活動を起こしていた。その結果、企業と自治体の思惑が一致し、全国に大工場を持つ、地方工業都市がいくつも誕生することになった。また、 朝日ヒカのノベオカシ田自動車の豊田市などのように地方に優秀な企業が発生し、高度経済成長期による工業の発達に伴い、同市の経済基盤を拡大させたケースもあり、衣町と豊田市のように、市名や町名に民間企業の名を関するよう変更した例もある。また、高換町、日本高換、現 JFE スチール、千葉市やフンダ市の川崎町、 川崎製鉄、現 JFE スチール、山口県小の田市、原産業小の田市、大分県津久美市のセメント町、硫酸町のように企業に関連する特殊な地名が誕生することもある。これによる社会問題や経済効果など様々な変化が学者の研究対象となった。その際、一企業が都市の生水に直結するほど緊密な関係を持った都市に対して、 固有の故障の必要性が生じたことから、経済学者の宮本健一が、企業城下町という言葉を、自己の文献、論文に用いたことが発端とされる。その後、マスコミらにも、その表現が使われ、一般に広まった。企業城下町における一企業の影響力は、経済だけでなく、政治力にまで及び、自治体によっては、議会議員にその企業関係者が多くを占える。 場合もあり、企業の社長が主張をも務めたケースすらある。一方、1970年代に入って炭鉱都市、1980年代には造船や鉄工業などが社用産業となると、当該都市の衰退は顕著になった。またグローバル資本主義以降は、海外移転をする企業が増え、空洞化する企業浄化町が増えた。しかし、 一企業と命運を共にするような一都市の衰退が研究者たちの格好の研究材料となった。むしろ企業浄化町には経済効果のようなプラス面よりこういった一企業の業績や行動によって姿勢や主経済あるいは住環境を左右されてしまうようなマイナス面が表に出されている語で、あ、皮肉的、批判的なニュアンスを含んでいる。一般に 勘違いされやすいのが、その地方に有名な企業の本社ビルが立地しているだけで、企業上下町と捉えられてしまうことである。本社ビルはあくまでも、陶器上で必要とされるために建設されるオフィスにしか過ぎない。必ずしも、東京都や大阪府などの都市部に位置する必要はなく、法律上では、どこに位置しても構わないこともあり、地域への人、物、 金の還元に直接関与しがたいからである。また、第三次産業においても親会社の事務所のそばに、子会社、関連会社が配置されることがあるが、第二次産業に比べて、大手、下請けの階層化が発生しにくいため、このような市外形成は稀である。また、当時は、単一企業や炭鉱などの財政などによって、支えられていた都市が、後に、都市圏拡大によって、 住宅地が展開すると、本来の企業浄化町としての特色を持たなくなる場合もある。こうした企業が形成する町は、模範例として高い理想を掲げていたが、多くのものが支配的、または作主的とみなされてきた。最も近い沿道から9マイル、14.5キロメートル離れた LC&NCO 鉱山の キャンプマインサイトとして始まった、米国のペンシルバニア州、サミットヒルなど、規格外手法で多かれ少なかれ開発されてきた。カンパニータウンは、伝統的に採掘産業石炭、金属鉱山、材木マイナスで独占フランチャイズを確立していた。ダムの敷地や、戦時のキャンプもまた別の企業庁を形成した。店舗まで、しばしば企業で町を独占していたため、 トラックシステムを利用して管理することができており、旧ソビエト連邦には、アトムグラッドとして知られる各科学者、アトミックが集約され都市がいくつか存在した。特に、ウクライナでは、クリッピョジ、バラッシュ、ユジノクランスクなどであった。典型的には、とあるカンパニータウンは、近隣の人々から隔離されており、木材や製鉄所、自動車工場などの大規模な生産工場を、 中心としている。町の市民は、工場で働く者、子会社企業の一つで働く者の他はどちらでもない、家族である。また地元集会用の教会建物を寄贈したり、公園を運営したり、コンサートなどの文化イベントを主催する子もある。所有する会社が事業を縮小、または廃業する場合、人々は他の場所へ就職するため、町への経済的影響は甚大である。 他で、町の開発、財政、公共交通機関やサービスのインフラストラクチャーを成長させ、誘致するために、通常は公的な市町村となる。他方、その町は公式には、会社浄下町ではないかもしれないが、特に町の経済について、市民の大多数が単一の会社に勤務する状況下であれば、会社長と同様な状況を作成する。さらに、 そのような依存関係は徹底的に失敗するか、または産業の重要性。それゆえそれに依存した蒸気機関車サポート駅構内と無煙炭鉱業界を次第にはっきりさせるとは別に、あたかもコミュニティを借り立てている蒸気機関車が収縮し、他の地に仕事を見つけるために人々が動くとプロパキの価値もそして人口をも失い、そしてコミュニティの若者は別の人口統計者となる。 次世代子供を産むことになる。パターナリズムは社会工学の変形例であり、中産階級の理想を労働者階級の従業員に強制しようとした雇用者による労働者の支配を指す。このイズムは19世紀の多くのビジネスマンに道徳的責任、またはしばしば宗教的義務とみなされ、社会的利益を促進する一方で社会を進歩させるものであった。したがって、 カンパニータウンはこのような目的を達成するユニークな機会を提供していた。例えば、ジョージ・キャドバリーの防音ビルで、同社の創業者は良心的資本家と表現されているが、カンパニータウンとは、労働者を誘致して維持するための経済的に実行可能な手段を取ることが多く、さらに会社の町内の営利目的の店舗は通常会社の所有であり、 独立した労働者というのは成立し得ない状況下であるため所有者に事実上の独占権が生じていた。従って経済的には成功したものの従業する公務員数や地方自治体のサービスが不足しているため時には自治に失敗する例もあった。したがって労働者はしばしば身動きが取れずそれゆえに支持系統のみで結局のところそうした自治的な機運は労働者の 間で憤慨を引き起こし、その結果住民の多くは、最終的には、町の長期的な情を持たない。プルマンの場合もこの事例となる。南北戦争前に、ペンシルベニア州の工業地域には、多くの小さなカンパニータウンがあったが、アメリカで最も大きく、最も重要な初期の企業街の一つは、プルマンで、シカゴ都市圏のすぐ外にあり1880年代に、 開発された。完全に会社が所有となっていた。この町は6000社の従業員と同数の不要家族の住宅、市場、図書館、教会、娯楽を提供していた。従業員はプルマンに住む必要があったが、近隣のコミュニティでは安価な借地を見つけることができた。この町は、同社製品の需要が減少した1893年の経済危機に至るまでは、 成功を収め、その後はそれに応じて、従業員の賃金を引き下げなければならなかった。それにもかかわらず、同社は、家賃や店舗での商品価格を引き下げることを拒否し、結果的に1894年のプルマンストライキをもたらした。ストライキの原因を調査するために設立された、全国委員会の報告書では、プルマンのパターナリズムのそれは、アメリカ人ではないと名付けられた。 この報告書は、プルマンが交渉を拒否したこと、そして、プルマンの町が、労働者に対して編み出した経済的苦境について、非難した。町の美的な特徴は、訪問者には賞賛されますが、従業員にとっては、特にパンがない時には、それはほとんど価値がありません。イリノイ州は、訴訟を提起し、1898年に、イリノイ州最高裁判所は、プルマン社に、 しかし、政府のオブザーバーは、プルマンの原則は正しいと主張、従業員にはこれ以上達し得ないほどの生活を提供したとした。ただし、過度のパターナリズムは大規模な企業経済には不適切であり、町の崩壊を引き起こしたと見た。したがって、政府のオブザーバーと社会改革者は、その後、 雇用者と従業員間のバッファーとして働く独立、した、専門家が受体活動に関与した場合にのみ、模範的な町がこうすると結論づけて、これらの町の計画、運営、管理を行っている。歴史家、リンダ・カールソンは、20世紀初め企業外の管理者は、1880年代に、ジョージ・プルマンが犯した間違いを避けることができると、考えていたと主張する。 彼女は言う、まともな住宅、良い学校、そして道徳的に盛り上がる、社会という従業員にとってより良い生活を想像したかったのです。その代わりに彼らは飲酒の邪悪を避け、そして最も重要なことに、労働組合主催者の鞭打ちに惑わされない、安定した勤勉な従業員を期待していました。従って、プルマンストライキは企業外の概念を殺すのではなく、 むしろ彼らの存在の新しいショーを開始してました。その後30年もの間、不正の古いモデルを建築家、ランドスケープアーキテクト、そして老子関係と社会福祉の新しい概念が新たな物理的形態に変換する新しい企画の会社外に有利益になるよう提起した。これは当時のプルバンの経験を避けることに熱心だった、資本家には最適解であった。 この最初の実際例は、1915年にマサチューセッツ州のインディアンヒルノースビレッジで発症した。1920年代になると、カンパニータウンの必要性は後継期相まって大幅に減少した。所得格差と工場労働者の生活条件の相対的に低い水準にもかかわらず、1920年代の繁栄は、労働者の物質的福利が、 大幅に改善するのが見えていた。強力な戦後アメリカ経済は自動車やラジオのような以前は買えなかったものを購入できる低賃金労働者にカップ購入が可になったことを意味していた。さらに労働者はもはや医療と教育のために雇用者に依存していなかった。1920年代までに自動車が持つ広範な性能は労働者がもはや職場近くに住む必要がなくし、 このことは当時より多くの雇用機会にアクセスできることを意味していた。民間輸送に伴う自由とラジオの大衆通信の組み合わせは企業外での隔離状況を減らし企業外の社会的基盤が必要とされなくなった。さらに労働社会級が獲得した以前は裕福な人たちにしかできえなかったような民間輸送へのアクセシビリティは陽動の一歩を踏み出させていた。 周囲の市町村へのアクセスが増加するにつれて、企業外の住民は、学校、図書館、公園などの公的資金による公的施設利用が増加。従って、福祉資本主義に先立つ、以前の労働者階級には到達できなかった、企業外のアメニティはもはや必要ではなかった。この新たに発見された自由は、福祉資本主義を、 インセンティブではなくむしろ悪化させ始めた労働者の考え方に変化をもたらした。従って従業員の多くは福祉プログラムの代わりに追加の賃金を要求し始めた。こうしたことは直接事前団体ではなく報酬を受けているハードワークの起業家的な美徳を促進し新しい時代のパターナリズムを形作るようになり放課後の個人趣味の考え方として一人かの 雇用主からも、良好にに受け入れられていく。近代化と物質的福利の増加は、パターナリズムと道徳的改革の必要性を認識していた。その結果、1930年代初頭の景気後退により、一部の企業は、従業員福祉制度を廃止して、コストを削減。しかし、ルーズベルト政権のニューディール政策は最低賃金を引き上げ、 産業自治を奨励し、会社外所有者に家の最終的な従業員所有の計画の問題を考えるように促してアメリカの企業外を終わらせる最後の打撃を与えた。ニューディールは住宅金融の定理、低預金制度への転換による従業員住宅の必要性を軽減していった。カタロニアはスペイン北東部に位置する地域であり、地元では産業コロニーとして知られ、 企業都市が密集している。特に、テアとルブラコット添いの河川流域に集中。例えばバーウェイダでは20キロ以内に14個のコロニーがある。カタロニアの町総数は約100。これらは工場周辺に作られた小さな町で、元は農村地帯に建設されたため、他の人口とは区別されている。これらは100人から500人の住民。場合によっては、 約千人を収容していた。これらの産業コロニーは、カタロニアの工業化の典型的な側面であるが、具体的には、第二次産業化であり、その結果、全く純粋に農村であった、特定の地域が工業化しただけであり、19世紀後半、特に1870年代に作られていった。最後の地は20世紀初期に出現。このように、 カタロニアの企業外は150年前の歴史を持つが、ほとんどの場合、コロニーを運営していた会社は現在閉鎖されている。こうしたコロニーで、最も一般的な産業は、繊維製品であった。工業、夜勤、農業のコロニーもあったが、繊維産業工場では75以上のテキスタイルコロニーが記録されている。ほとんどの場合、これらのコロニー。 特に繊維関連のものは川沿いに建設された。これは工場を運営するために水力発電を使用したためである。こうした理由の一つは、カタロニアは石炭が乏しく輸入が高価だったということであった。さらに、カタルーニャ側、量は少ないが非常に急な斜面勾配は、干ばつ時代になし得なかった無人層のエネルギーを提供していた。 この産業コロニー制度は1960年代に崩壊し始めた。1978年に悪化した最終的な産業危機以前からコロニーからは徐々に人々が去っていった。1980年代と1990年代にはこれらの産業コロニーのほぼすべての工場が閉鎖された。その瞬間から多くのコロニーは現在会社からは独立した町になり、 他の町では放棄され、その結果住人がいなくなっていった。工場は小規模な産業にリースされていたか、空になっています。より興味深いコロニーには、アントニガウディ、アントニカウディによって建てられたサンタ・コロマ・デセルベベロ、サンタ・コロマ・ディ・サーベロのコロニア・グエル教会、コローニア・ーグルに似たようないくつかの近代的な建物、ラメトラ・デ・メローラ、プイグイ・コール・レーグ、100年もの、 伝統的文化的活動が保持される、エルスパストレツの表現それの3つのコロニー。カステルベルイエルビラール、エルエーバウマ、エルバラス、建築史上興味湧く建物がある、エルブレス大きなコロニーを、ユブラガートに組み込む時代の1858年に、最初のコロニーであったルロサル、ベルガとエイビアと、オルバンの間で、ビダルコロニーの博物館を所蔵しているカルビダル、プイグリーグは、こうした。 産業実験の一つで人生がどのようなものかを主体人にとっては理想的な訪問先である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。